今日はね、とあるところに向かってます。久々に会うんだけどね、どのぐらいだ、半年、1年ぶりぐらいに会う方々です。あったあった。今日はね、ここです。ここイカセンター新宿総本店、合ってるよね、多分合ってると思うんで、ちょっと行ってみよう。合ってるよね。はい、いらっしゃい。はい、いたいたいた。お疲れ様です。お疲れ様です。え、撮ってるムービーですか。今日はね、この2人とのみです。じゃあ、お疲れ様です。さあ、どうもどうも。あ、動いた動いた動いた。もうちょっと後ろに、ちょっとお父さんかけすぎじゃない。そんなことないかけすぎじゃない。そんなことないよ。おいよかった、お塩とお塩がぜひ食べてください。塩でも食べるの。はい、塩だとより甘みが増すんですよ。やってみてください。いや、それは使いこなせるんだって。シネマ 4D 買ったんです。シネマ 4D 山版で今ちょろちょろっと、あとだ代理店の方といろいろちょろちょろっと。でも使う気はある。使ってみたい。実際には手法でいろいろやってるし、多分将来的には買うと思う。ただまだ今の段階で実用的に仕事では使ってないと思う。まだちゃんとテストをしてMax から移行するたり併用するたりでもプランを考えてから買う。今は Max ただどうしようもできない。個人で使う分にはいや高いですよ。高い、値段の問題じゃない。値段の問題じゃない。映像で見とるかと思う。2人の人との連携とかそういうの考えるとやっぱりシネマ 4D なっていう気はする。連携いいです。やっぱりいい。あとマックスのユーザーを取り返してると。ああ、そういうこと。あの非破壊、破壊しないっていう考え方がモデファイヤーとタグっていうので考え方が似てるんで。ああ、そういうことか。買うらしいですよ、ミネタクさんが。買うらしいですとか言わないで。編集的的な。編集的な。要するに困った、ああ繋がらない、困った、でも取れないかこれだけしかない。それをうまくつなぐ工夫をあれこれあれこれもう一晩中考えるんです。それをそうするとそれがなんかね覚えるんですよ。あ、スキルとしてアップとして逃げればいいとか、 SE を入れれば繋がるとか、アクション伝えができるとか。それは取ったものに対してまあアップにしたりとかってこと。ブローアップしてとか、例えば静止画をガッて読むだけにするとか。あ、そういう編集テクニックをってこと。音が繋がらなくても絵は繋がるから、そこで SE でごまかせるとか。あ、そういうこと。映像編集のテクニックは、なんだろう、必要に迫られないと身につかない。だってできましたよ、はい、これ流す、できましたよ、はい、捨てるってやってると理想のものはできるけど、あー困った、どうしようっていう時に、なんか、あーそういえばアップにすれば下がるよとか。なるほどなぁ。 SE 入れれば大丈夫だよとか、そうかそうかそうか、オールゼリフでいけるよとか。あ、そうかそうかそうか、切り替え的にってこと。アクションでいけるよとか。そうするとだんだん台本を読んでても、俺ちょっと無理がある台本だなと思った時も、いやここは SE で切り替えれば大丈夫とか、ワイプでいけるよとか、そういう算段がだんだん立ってくるんですよ、頭の中に。さすが。ただそれは困らないと浮かばない。おお。焦るだけですよ。もうやっててよ、もうつながんねえ、尺を収まんねえ、3分に収めなきゃいけないのにさ、5分オーバーしてるみたいなのあるわけじゃないですか。セリフ切れねえみたいな。そのテクニックはやっぱり困らない、思いつかない。そっか、それを積み重ねですよ、編集のテクニックは。すごい、今すごい勉強になる。勉強にならないけど、困らないと
と必要じゃん、必要に迫らないと技が覚えない。今ちょっと話してるのが、その映像の編集のテクニックですけど、そこにいるミネタツさんは、あの実際自社案件で、編集とかやってるので、ちょっとその話を、いろいろ聞かせていただきました。これ、YouTuber のね、一緒になるとか、ね、一緒だと思うね、多分ね。PV もね、PV もお芝居も一緒。絶対繋がらないときとか、困らないとね、思い浮かばない。いや、さすがディレクター。ロバさんがね、技をね、困ってから、技を受けてから、わぁ、思い知らねえか、やめたみたいな感じ。で、かわいい。あ、これ味わわないとダメだ、思い出のやつだ、みたいな。そういうこと？そうすると台本読んでても SE が浮かんだり、あの映像組み立てるのがもう何となく分かってきます。それ大事なのは慣れれば、まあ回数重ねることバカと経験。ただ実際ほら経験取れば演習はいくらでもできるから経験値はすごく高い。それもさだからこれあこれ抑えることもみたいなのを例えば3回目だったら。1回目はメイン、2回目はキー、3回目はちょっとこれを抑えて取っておきましょうよ、一人しておきましょうか、誰かがアップってやると、カット伝えるときに逃げられるとか。そうか、そうか、実写はそうだそうだ、複数のカメラあるから、ワンカメじゃないもんね。逆に複数のカメラだから、同じ芝居2回やっても同じようにならないんですよ、役者さんは。奥が深い。で、役者さんも疲れてくるから、何回も演技をさせられないんですよ。そうすると、2回しか撮れないって時に、6カメしかないのをどうやって出すかっていうのを、頭の中で全部計算しながらカメラマンさんに指示を出すんですよ。うわすごい難しい。それを台本から読んでくるんですよ。あー、なるほどね。なるほどね、なるほどね。でも、それみんな映像で実写の監督みんなやってるはず。そっか。台割りは。台割りって言って、絵コン的なのが入ってる。自分のほら、YouTube をこうやってると、ね、基本取りっぱなしじゃん。基本取りっぱなしじゃん。やばいっすね。ワンカメだから、そんなに複数で、ね、スイッチをしてしかに仕事になると同じ演技を2回3回はされない。疲れてくるから。そうか。これで取れない。役者さんが疲れるから。そうそうそう。ああ。いい話だ。難しい。いい話だ。パカズ。パカズ。本当に。パカズって言ってます。僕らの皆さんも。いやでもね、面白かった、本当。実写撮影は、なんだろう、ライブ感がすごくあるから、話聞いててね、直結するものがありましたね。計算できないところがあるから、そう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 、計算できないけど、でも、経験しないとわからないから、まあ僕もやっぱ映像やってても、その今こう、ね、こういう風に YouTube 撮ってはいるけど、実写で自分が仕事したことがないから、なんかね、2人のね、話聞いてて、すごく新鮮。面白いっすね。いや、もう寝そう。顔が寝そうになってる。ありがとうございました、本当に。ありがとうございました。ありがとうございました。実写のひどい話多いっすけどね。ひどい話だもん。あれ？ひどい話はね、やばいからね。ここら辺でね、止めとこうかな、この辺で。ありがとうございます。ありがとうございます。締めて、美人に最後に締めといて。そう、最後美人で締めたけど、こう寄ってみたらおっさんだったって。わかんないよ、もう多分あれだよ。白石さん何歳ですか？僕、39。30、今年39ですよ。そうですよ、ね。うん。今年41、40、39です。そう、そう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 です。みんなおっさんですよ。気をつけましょうね、本当に。あ、そう、大腸のこの前検査したら、大腸のポリープが見つかって、あれ？大腸が一歩手前でした。で、切除したんですよね。うん、内視鏡でそのままピッて。
撮っていい撮っちゃうよピッて撮っちゃう。まず撮る。嘘でしょマジで。だからそんなでも大したことは手術じゃないですよ。被害内視鏡お尻の中に突っ込む。ご飯食べるところだからあんま言えなかったけど、あの内視鏡を後ろからペッて突っ込まれてニョニョニョっと探しながら探索をしながら腸の中でポリポピッピッピッって切っていく。レーザーで切っていくっていう。え、それはなんかそのままほっとくとやばいやつだった。来年までほっといたらガンになるって言われた。確実にガンになるっていう。嘘でしょ。5段階のうち4。嘘。5はもうガン。やっば。今見つかってよかったね。そうですね。役年だ。来年だったらやばい。そう、役年だ。役年ですよ。やんなきゃダメ。奥さんからやんなきゃダメ。やばいって、それ。ガンにはなってないよ。いや、ガンだったら、かける言葉はあるけど。いや、もう大腸がんになっちゃったらダメ。もう終わりって言わないけど。いやー、きついでしょ。進行がわかんないんで、なっちゃった時に見つかったらもう、痩せ始めてるみたいな話。うん、よかった、まだ超えてる。あのね、毎回超えてるから君の体型でガンってことはないねって言われて。そうか。痩せてたらあんまり。いやー、怖いわ、ほんと。でも、念のため、ポリープの検査をしましょうねって言ってやったら、あって、その場でピュッピュッと切ってもらった。いや、だって僕もだって肝臓結構赤信号ですよ。あとね、腎臓も。腎臓はね、石灰化してるって出てて、そう、肝臓はね、うん、あの、うん、はい。僕が言っても説得力ないかもしれないけど。久々どっちですか、みんなどっち。僕、山手線です。僕もね、JR で行きます。暗くなると、やっぱ F1.4 といえど、まあ、こんなもんだよな。うん。いやー、今日のね、飲み屋面白かった。今日あったね、まあ、ミネタクさんと斉藤さんなんですけども、15年ぐらいかな、お会いして。毎年ね、年1回お会いしてて、まあ、ミネタクさんはね、CG ワールドのカンファレンスとかあるんで、あったりするんですけど、斉藤さんはね、やっぱ仕事の関係上、やっぱ年1回ぐらいになるんですけどね、まあこうやってお会いできてよかったです。